は刀という、昔古来からの、まあ、技術製造もありますし文化があります。その刀の文化が今の包丁に息づいてます。日本によく皆さん来られて日本の文化に接されて、やはり刀から日本の包丁そして日本料理という、 こうつながりがあるんですね。で、今海外の方々が、日本の包丁を好まれるというのは、日本の文化の寿司とか、日本料理というのが先に海外に出ていってその後をかけて我々の包丁が出てきます。鍛冶屋の職人っていうのはこういったメディアで取り上げていただいて派手なような感じはするんですけどもそうじゃなくてやはり、地味な仕事の積み重ねで、根気がいる仕事かなっていうふうに思いますので、ただ、自分が、思って、自分なりの包丁ができた時の喜びというのはあるのでそれを目標に頑張って私も頑張ってます。